最初はグーじゃんけんぽん。よし、やっと最後だ。はい、ジョ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 ーカーズ。なるほど、チーム、終わり。やったら終わり。ジョ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 ーカーズ、こっちかな。終わり。ジョットガンドラゴン、うざそうきた。はい、どうぞ。はは、強っ、マジかよ。バイナルドアだね、それ多分。あれ、バイナルでいっか。2の方が多いよ。そうね。あ、変わらんか。はい、SST 剣見て、はい、見て、はっ、まあ意味ないけど一応ね、3-3-4で、ポッ、あ、いいか、あ、そっか、こっちか、綺麗に負けたな。はい、というわけで、デッキ紹介パートに入ります。まずは予算無制限の方ですね。まあ、ちゃんとガチで組んだ場合ですね。まあ、やったれマン、タイクタイソンズ序盤出して、まあ、タイクタイソンズから動く場合はそうですね。この辺使ってマナ加速していってもいいですし、ガチャダマンにチェンジすると、これから出てきた GR クリーチャーで相手のバトルゾーンのクリーチャーしょれるんですよ。例えば、ま、コバンザとか出された時ですね。タイクタイソンズからガチャダマンにチェンジして、そのままなんか出てこれば、出てきたクリーチャーでコバンザを焼くと。この動き結構強いですね。あとは、ま、ポクチンチンとか立てて序盤遅延させていきながら、中盤のドローソースに繋いで、最後ガンバトラー G7 とジョジョジョマキシマムで締めるという形になります。それでこの敵の特徴の一つなんですが、グレープダールですね。ちょっと珍しいカードなんですが、能力をおさらいしておきましょう。まずバトルゾーンに出た時に山札から2枚マナ加速することができます。でその後、マナゾーンからカード1枚墓地に置くっていう効果なんですが、このマナから墓地に置く効果って、要はタップしてあるマナを墓地に置けばいいので、まあ実質3マナだと思ってください。まあ2マナ加速できるっていう意味で3マナですね。それでこのカード、ジョーカーズチェンジ6を持ってるので、当たりポンの助にチェンジできます。なので、まあ、序盤、当たりポンの助マナ置いといても、後々グレープダール使って出すことができるわけですね。それともう一個、当たりポンの助以外に出して強いカードがあって、それがこちら、画用心ですね。グレープダールチェンジ画用心。これすることによって、相手のクリーチャー処理しながら、まあ、とりあえずグレープダール出した時の効果でマナ増えるし、画用心も出るので手札も増えるということで、相手の盤面処理ながら手札とマナを補充することができます。この動き非常に強いし、そもそも緑の枚数ちょっと少ないので、このカード必須だと思います。あと特徴的なのは、ま、ヘリコプターですかね。これは一応ピンで差しあるんですけど、結構強いです。まあ、序盤は画用心でドローすることになるんですけど、中終盤ヘリコプターの方がドロー枚数多いので、まあ、画用でヘリコプター引いて、その後ヘリコプターでドローするみたいな動きはよく使います。あとはま、ジョットガンジャラゴン上ですね。これ相手のメメントモリジングとかも剥がせるので、結構使用用途は多いです。ただ、なかなかね、横並びする機会がなかったので、ピンぐらいにしております。まあ、2枚以上積むことは今のところなさそうですかね。それで GR ゾーンのカードは適当ですね。とりあえず今出てあるカードで強そうなやつ順番に入れてきました。まあ、使っててむちゃくちゃ強いなと思ったのは、ダンガスティックビーとドラゴンガンマスター。この辺はちょっとむちゃくちゃでしたね。あとはま、単純に序盤に出るやったれロボも強かった。まあ、そんなところです。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。